ニューレイトンのタイヤリフターくるぴた丸を使えば、私でも簡単にタイヤ交換できちゃいます。ホイールと一緒になっているタイヤはとっても重たくて、私一人じゃタイヤ交換はできませんと思っていたんですが、このくるぴた丸と出会ってからは変わったんです。こちらがくるぴた丸本体です。軽くて収納場所も取りません。それではタイヤ交換作業を始めましょう。最初に少しジャッキアップしてホイールナットを緩めておきます。タイヤの下にくるぴた丸を入れたら、レバーを回して高さを合わせます。そしてナットを外せば、そのままタイヤを乗せて楽々運べます。そしてくるぴた丸に交換するタイヤを乗せたら、元の位置に合わせるだけでボルトにすっぽり。これでナットを締めれば完了です。